撮っていいかな。なっちゃん、はい、なっちゃんこっちからで、なっちゃん、さっちゃん持ってくれる、うん、すいません、はい、行こう、はい、お疲れ様、はい、バイバイって、バイバイ、はい、バイ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 、ありがとう、すいません、スカートは、はい、暴れてる、暴れてる、怖いの、うん、そこ入れといてくれる、怖い、うん、そこ入れといて、ありがとう、すいません、お世話になりました、開けといて、もう開けといて、はい、まあ、そこ玄関も閉めといてくれる、はい、すいません、じゃあね、パンやパン、え、パン、よいしょ、よかったね、さっちゃん、これお寿司いただいた、え、なになに、え、なに、コーヒー味が出てたから、お父さんにお皿しよう、いや、はい、あ、好きなやつやね、はい、うちの人、あ、これや、滋賀県別でやってるから貼ってただけか、そうなの、で、県はレベッカさんにあげちゃったの、いかがったかいかがなのかわかんないけど、これね、もうまだやったはんのかな、私もう、あ、うちの父母これ、言ってたわ、ロレンチーズ、朝日屋さんに、もう行ったやな、行ったな、え、誰が、うちの父と母、あ、ほんま、二人で行くって言ってた、あ、そうなんだ、なんか朝日屋さんから、そうなの、朝日屋さんでもやらはったし、あ、そうなのよ、うん、あ、そうなんだ、うん、あの大きな会館でもやらはったみたいな、ガモーのところでも、あ、そうなんだ、それはよかった、喜んではるやろ、多分行ったんじゃん、あ、そっか、私は渡すものないよね、うん、この家になんか ゲーム機ってなかったよね、ゲーム、え、どんな、知らない、私は知らない、ね、でもなんか私この間 YouTube の人がこんなもん作ってくれた、着物に入れるやつの、何、消防剤、消臭剤、そうそうそうなの、全然消能、消能か、消能ってね、クスノキから取んのよ、クスノキから取んないで、あ、すごいいい香り、これトイレに置いてるの、あ、めちゃめちゃいい香りや、え、いいお母さんの、あのね、ミニにあげてもミシン消せば欲しくなっちゃった、ほな、ちょっとだけで、これはね、オイルなのよ、オイル、これを水にあれして、これあげる、嘘、いいの、うん、やった、で、これも、え、いいの、いいの、いいの、こうオイルね、これは優しい匂いし、うん、わざわざ福岡からさっちゃんに会いに来て、マジでいいの、あ、でも猫はオイル、アロマ、これはあかんねん、猫は、これはいい、猫はあかんねん、だから、トイレ、あかんの、これは、あ、ほんまや、仲良してくれ、トイレに置いといたらすごい、いいの、うん、やった、着物に入れて、着物ある？着物に入れたらいいの？着物のタンスがあるから、そうなの、それいくつも入れたらいいの、こういくつ入れたらいいの、これ革、革、革、革にって、あ、だからここにね、だってナフタリンさ、臭いからさ、あの虫油だと、あのナフタリンとは全然違うの、これこれ見て、ここのここのところにね、このあのこれやったらダメだ、江戸時代から続かれない、これいいわ、ここ入れて、ちゃんとここ入れて、そうだから高いけど、いいと思う、全然違うと思う、あの薬の匂い嫌なの、ちょっとつくし、そうだね、これ全然もう本当にフォーマの T シャツにもこれでいいよ、はい、これはね、臭い、残ってない、これ、分かった、あ、いいの、いらない、見ていい、ここの宮間市の人で、さんちゃんにわざわざ来て、宮間って徳島、いやいや、徳島じゃん、福岡か、うん、宮間市、また来たいって言ってくれたんですよ、それをね、こう何色でね、奥さんと二人がね、こういう扱って、これを小分けして、こういうふうに折ったりとか、こういうふうにあの4グラムずつ測って包装するのをしたはんの、本職はバイク屋さんとパソコンの先生なんだけど、これも嬉しい、どうぞ、いいの、いい、いい、ありがとう、高い、うんうん、なんか俺もお礼できないから、はいはい、どうも、バイバイ、ありがとう、じゃあ閉めるわね、はい、どうも、はい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 、さっちゃんよかったね、さっちゃんごめんね、ごめんなさい。
が帰ってごめんね。どこかもしれないね。はいはい、なってあげよう。ごめんごめん。ごめんごめん。はい。はい、出して。はい、おかえりなさい。おかえりなさい。帰っちゃった。おじちゃんと、あ、チルちゃん帰っちゃった。ね。ご苦労様でした。あんちゃんよかったね。大丈夫って先生言わはったしね。ね。全然問題ないですよって言ってくれはったからね。よかったね。これつけて。寒いもん。寒いからこれつけようね。ご苦労様、さっちゃんご苦労様。入ってたね、食入ってたね。ね、お疲れ様でした。お疲れ様でした。苦労様、うん、ね、お疲れ様。お水飲もうか。お水とそのあれ食べようか。じゃあ、じゃあおじいちゃんにちょっとこれお供えしてくるわ。ね、これちょっとおじいちゃんにお供えしてくるね。好きなパン、あの買ってきてくれはったから。さっちゃん上がるよ。無事に病院に住みました。おじいちゃんのパン、こういうの好きだからね。牛乳パン、ね、長野では牛乳パンあるのよね。買ってきてくれたのね。無事に病院住みました。問題なくてよかったです。かしゃぶたも蚊に刺された後とか食べ物で何かこう中からこう吹き出物みたいな感じで出るような場合があるけど、あの全然喧嘩とかじゃなくて、そういうのは飲みまだにとかもお尻の方に出るらしいから、そういうのでもないね。食べたものとか蚊に刺されたとかね、そういうちょこちょこなんか痒いの、ちょっと痒いのちょっと見てみるわ。なんか何もないよね。できてない、できてない、大丈夫ね。よかったね、一安心。さっちゃん一安心。血液検査とエコー検査と、おしっことね、うんこ、うんちとね、検査してもらったもんね。大丈夫でしたね。お疲れ様。キャリーをまた、うん、持って上がって こないとね。これはね、セーターの入れ物、セーター入ってた入れ物ね。ダンボール入りたいの？倒れるよ。倒れちゃうよ。
さっちゃん、ダンボール入んの？みこさんね、お疲れ様でした。お疲れ様。おっと一息ね、さっちゃん。ね、よかったね。ばあちゃんは一安心。さっちゃんはお疲れ様やね。ね、ちょっと小分けにして食べたらいいらしいから、いっぺんに食べないでね。いっぺんに食べないでね。ちょっとずつ食べたらいいらしいからね。